おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2712です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立てをね行いました、こちらウェーブ製ではなく、ウェーブがまあ輸入販売しております鉄火マンブレードですね。こちらの組み立て前回やっていったということで、今回ですね、こちらの稼働範囲、それからね、武器の保持とかね、肩パーツの展開とか、そういうようなギミック関係ですね、やっていきたいと思います。まずこちらに関しましては、組み立てるだけだとパーツのね、はめ込みがめちゃくちゃ硬い部分があると。それとこの形で完成させるだけならまだいいんですけど、この後動かすことを考えるんであれば、要所要所穴を広げるとか軸を削るとかっていう加工をしながらやっていかないとちょっと辛いかなと。それとシリコンスプレーをね流すとかね、何かしらの対策をしながら順々に作っていかないと、出来上がった後に動かして破損するっていう危険性がありますんでね。一応組み立ての時もね、要所要所でお話ししておりますので、そちらもね見ていただきたいと思いますが、とりあえずねこちらの方、まず鉄火マンブレード本体稼働範囲見ていきましょう。パーツに関しましてはちょっとねざっとね手前にちょっと避けさせてもらいまして、よっこらしょいと、まずこちら見ていきましょう。正面がこちら、横ですよ、後ろですよ、反対ですよ、上ですよと、こんな感じになっております。で、前回の組み立ての時もね、特に言わなかったんですけど、こちらに関しましては、シールとかがね、一切ありません。なので、例えば太ももだったり、前腕だったり、胸部とかね、こういうところの黄色だったり、ここら辺のね、クリアとかね、こういう部分に関しまして、シールによる色分けではなくね、完全にパーツのね、成型色で分けられておりますので、見た目が非常にいいですよと。なので、素組みで作るだけでも、こんだけのね、高い完成度となっております。で、この形にした後に、塗装ってやると、先ほどもね言った通りパーツのはめ込みがねめちゃめちゃ硬い部分がありますので、十分調整してからじゃないと辛いと思いますね。あとは説明書の後半にならないとわからない部分ではありますけど、接着してしまいますと後々ね影響出てくる部分がありますので、そこの部分もね今回ちょっとお話ししていきたいと思います。では早速ね可動範囲いってみましょう。とりあえず頭部に関しましては左右に動かすことができますよと。はい、でこちらですね、首の部分の上ですね、頭部側の可動と首元の可動の2段階で動かすことができるよと。ただこれを利用しても上がこれぐらいですね。なのでちょっと狭い感じがするかなと。下はこんな感じで、干渉しそうなんですけど2段階で動いてくれますんでね、横がこのような感じで動かすことができますので、まあ、ある程度可動域は広いのかなと。ただこれもですね、シリコンスプレー流し込んだりとか事前にちょっと削ったりとかしてね調整してありますよと。はい、で次に腕ですね。腕に関しましてはこの状態でぐるっとね一応回すことができますよと。見ていただくと分かる通り、肩アーマーと腕はね一体化されてるとかね一緒に動いてしまいますので、肩の位置を固定しつつ腕だけ前出すというね、そういうことはできません。根元のブロック部分で、ね、こういうふうにね前出すことができますので、仮にね武器をね両手持ちさせるとかね、そういう時には使えるのかなと。ただ武器の両手持ちはね基本的にないのでね、まあここの部分のスイング機構はポーズ付けようという感じかなと。はい、で肩パーツ自体は内側に入っている上位とですね、そこで接続されておりますので、一応ここで若干のスイングが効きますよと。でこういう風に、ね、上下の稼働もできるという感じかな。はい、こういう稼働ができますよと。ただここのパーツに関しましては、組み立ての時も言いましたけど、肩パーツに対して後ろからズボッとね刺さってるだけなので、正面から力が加わるとねポロッとね抜ける可能性がありますので、ここの部分は前後で挟み込むようなね、そういう構造だった方が良かったんじゃないかなと思いますね。はい、で一応二の腕のロールですね、ここが効きまして、肘の関節は二重関節なんで深く曲げることができますよと。それと手首パーツですね、手首周りに関しましてはここでボールでね一応グリグリ動かすことができて、内部部分でね上下の可動がありますんで、まあこのねスイングも効きますよ。手首パーツ自体はボールなんでここでグリグリという感じとなっております。でそれが共通ですよ。であと水平もできますよと。水平にした後下げるとこんな感じですね。肩アーマー自体は追従してきません。というのも肩パーツの背面側にね刺さってる感じになりますんでね、実際こちら動かしているのは前面側のパーツとなっているんでね、そこの部分がまあ連動しないでね、肩アーマーの位置はある程度キープされるという感じです。はい、以上こんな感じですね。でちょっと見ていただくとね、肩アーマーのデザイン的な問題なのか、まあこう見てもねちょっと腕自体がね全体的に前に出てるような雰囲気になっておりますよと。であと高さ調整ができないですね。ここの根元のブロック部分は前にしか引き出すことができませんので、
ここって自由にねボールとかだと前提的にね腕をちょっと上げてね肩アーマーの位置をもう少し上げるとかねそういう調整ができるはずなんですけど、そういうギミックではないので、ちょっとね腕全体若干前に出てる雰囲気、さらにちょっと下なね感じがするんで、ここの部分のね調整ができる機構だったらもっと良かったような感じがします。で、腰のひねりが効きますよ。前屈ですね、一応前に動かすことができて斜めに動かすこともできるっていうね、こんな感じとなっております。足に関しましては前後ですね、このような感じで動かすことができます。フロントアーマー、リアアーマーがありませんのでね、そんなに干渉源がないので扱いやすいのかなと。で、あとはこういう風にね横で上げることができる。ちなみにここの跳ね上げですね、ここかなり緩く見えますけど、ここに関しましては事前の調整をしておりません。素組みの状態でこの形となっておりますので、ものすごく硬い部分と緩い部分のね差が激しい感じになっております。で、あとここの中ですね、ここでのスイングが効きますが、ここはシリコンスプレーを打ってあります。なので、こういう風にシリコンスプレーを打たなきゃいけない部分と組んでフラフラの部分っていう差がね結構ありますんでね、ここはもう作る段階で調整が必要なのかなと。で、あと膝に関しましてはぐーっと曲げてね、深く曲げてここまで二重関節で動かすことができます。足首に関しましてはここのスイングですね、で前後の稼働ができますよと。ただつま先単体で前に出すとかね、そういうことはできません。ただこちら黄色いパネルっていうかね、ここの部分の稼働はあります。ただこれ抜ける可能性がありますのでね、接続点接着しておいた方がいいのかなと。はい、一応こんな感じの稼働範囲となっておりますよと。まあ先ほどからね言ってる通りではありますが、かなり渋い部分がねありますので、調整しておかないとまともに動かないですね。一応動かすことがねできるといえばねできるんですけど、ほとんど破損覚悟ですね。特に肩周りの稼働に関しましては、組み立ての時もね言いましたけど、後ろからズボッと刺してるねコの字のパーツではなく、L 字みたいなパーツのみにこの肩アーマーが乗っかってる感じになりますんで、この辺りをグッと動かすと L 字のパーツが折れたりとか、根元の軸がねじ切れる可能性がありますんでね、そういう部分のことを考慮して事前にですねちょっと削ったりとかね調整しておく必要性があります。はい、一応基本的な稼働範囲はねこんな感じになっておりますので、次に武器関係いってみましょう。まずはテッカマンシリーズをね代名詞みたいな感じのテックランサーいってみましょう。テックランサーに関しましてはこちらですね、これが一応刃の部分になるのかな、このパーツがありまして、今のところ柄をつけておりません。で、こちらの部分の柄に関しましては全部で4種類っていうかね、3本あってうち1本がダブっているという感じですね。一応こんな感じの3種類がありますよと。この3本のうちのこの短いやつですね、これをつけることによってとりあえず手持ちっていうかね、まあそれは当然ながらできるようになりますよと。一個ずつ装備させるパターンはこの形っていうね、そんな感じですね。一応ここにズボッと差し込むことによってこのような形にできる。で、あとここですね、こちらの部分に突起がありますんでね、ここに対して専用の手首パーツ、これがねグーパーツっぽいんですけど、これね武器持ち用の手首パーツね、これの指パーツを外してあげまして、ここに対してこいつですね、こいつをズボッと差し込んで固定しますよと。で、このパーツ固定ができましたら、あとはこいつをね、ここにズボッと差し込んで組み合わせると、こんな感じでね、槍というよりも剣みたいな感じでね、装備させることができるという形になります。で、装備方法に関しましてはね、ここの手首パーツポンと取ってあげて、こちらにね、差し替えることによって装備させることができると。これがまあ一応両手分ありますよと。この形で装備させる方法。それ以外に、この長いやつですね。このパーツを使うことによって、今度は両端ですね、こういう風に2つ構えることができますよと。ちょっと左でね説明しますが、この手首パーツですね、今使ってる手首パーツと同様のね形の左番ですけど、これに対してグリップパーツっていうかね、これを取り付けると。で、付けるのはいいんですけど、ここの根元のですね突起部分ですね、ここの部分がちょっと角度が違いますよと。今左手にね、私の左手に持ってるやつがストレートで、右手に持ってるやつですね、これが斜めになっておりますんで、これともう一つの手首パーツですね、こちらにありますが、これを組み合わせることによって斜めにちょっと構えると。まっすぐ持つパターンはこちらになりますけどね、一応このパーツを用意してあげまして、こいつをですね、一応向き的にはまあどっちもいいと思うんですけどね、まあ一応長いのをね下にしてみようかなと思いますが、これをね用意してあげて、ここにね同じような感じで組み付ける。で、手のパーツに差し込んであげて、この形ですね、こうすることによってここにねグリップパーツを取り付けることができますので、あとはここに対してね同じような感じで刃というかね、このパーツをズボッと、
で、あとこちらからもね、移植してあげて、で、これがね、はまりましたら、ちょっとね、抜けないんで、この辺ですね。ここも事前にちょっと削ってね、脱着しやすくしておいた方がいいと思いますが、こっから抜きますよと。で、抜けたら、まあ、こっちにね、取り付けることによって、このような感じでね、連結状態というか、こういう風にね、頭とお尻に一個ずつついたね、この連結状態ができますよと。で、あとはこれをね、ただ単に取り付けるだけですよと。これと同じ構造で、こちらね、今の持ち手部分を、先ほどもね、言ったことではありますが、こちらは斜めパターンですね。これに変えることによって、まっすぐにするか、斜めにするかっていう取り付け方ができると。で、このまっすぐパターンに関しましては、左右分ね、どちらにもね、対応しておりますんで問題ないんですが、こちらの斜めに関しましては、右で限定なんですね。これがですね、ちょっと惜しいかなと。両方付けられるっていうかね、左でも右でもね、どっちでも構えられるように、両方付いててもよかったかなと思いますが、一応ここにね、こういう風に組み付けておくことができると。こんな感じですね。で、あとはこれに対して先端にね、これを取り付けることによって、こいつを組み付けることができると。これに関しましてはね、基本的に変わらないんでね。まあ、しっかりと保持させることができるという感じにはなっておりますよと。はい。一応つけるとこんな感じですね。ちょっと斜めですね。で、あとは、グリップパーツに対して手のパーツをギュッとね、掴んでるっていうよりも、指部分の内側にある溝に対して、この持ち手ですね。この突起をただ差し込んでるだけなので、物によってはめちゃめちゃ緩くてね、今もちょっと、こいつ、ぐらついているんですよね。これぐらい弱いので、事前の補強だったり、接着してしまうとかね、そういうような対策必要になっております。はい。一応こちらがね、テックランサーとなりますよと。では次に、テックシールド行ってみましょう。テックシールドに関しましては、こちらですね。こんな感じでね、黒いベースパーツに赤と白とクリアパーツのね、こんな感じのね、構造となっておりますが、非常に見た目はいいですよと。で、これを取り付けるときには、手にね、持たせるっていうよりも、前腕のこの走行パーツに対して付けると。ただ、元々の状態だと付きませんので、こちらの走行パーツをね、外しますよと。で、専用のパーツをね、用意してあげて、ここに組み付ける。そして、ここにある突起ですね。ここに対して、内側のね、穴を差し込んであげて装備させることができるっていう、こういう組み付け方です。なので、こちらのパーツ、接着厳禁ですね。で、今組み付けたこちらのパーツに関しましては、反対ですね。右手にもね、一応付けることができるようになっていると思いますんでね。これをこっちにね、移植することも可能という形になっております。で、こちらのね、テックシールドに関しましては、これでおしまいではなくね、前腕以外にリアアーマーですね。ここにマウントすることもできると。ただ、これに関しましてはね、この状態だと付けることができませんので、ここのパーツをね、外してあげまして、このパーツの代わりに専用のやつですね。このパーツをね、差し込んであげて、同様にね、こういう突起が出ますんで、そこに対してこいつをね、取り付けるとマウント状態にできると。まあ、このパーツに関しましてはね、前腕も同様なんですけど、専用パーツに差し替えないと組み付けることができないっていうのがちょっと惜しいかなと。なので、見た目はちょっと悪くなりますけどね、こっち側に穴が開いてて、テックシールドの裏側に格納タイプのジョイントですね。それが入ってて、取り付けるときにはそのジョイントをね、起こして差し込む。それだけでね、こちらのマウントパーツではね、専用のものに交換しなくてもいいのかなと。で、あと前腕のね、こちらも同様ですね。内部のところに格納用のね、ジョイントが入ってて、開いてる穴に対して差し込むとかね。その方式だった方が余剰品が減ってよかったような感じがしますけどね。まあ、その辺がちょっと気になる感じですね。ただ一応専用のパーツを使うことによってね、一応しっかりとね、マウントすることができるギミックにはなっておりました。はい。こちらがですね、テックシールドとテックランサーという形になりますよと。では最後にですね、こちらのテッカマンブレードというかね、このシリーズの最大武器なのかな、ボルテッカーやっていきましょう。ボルテッカーに関しましては、こちらですね。肩にあるね、上のパネルパーツをね、展開するだけで再現することができるんですが、その状態っていうかね、そのまんまだとかなり厳しいです。なので、後ろのこちらのね、白いカバーパーツですね。これをグイッと起こしてね、展開しますよと。で、ここでね、スペースができますのでね、この状態にしてあげて、初めて起こしますよと。反対も同様ね、起こしてあげると、こんな感じで、肩パーツをね、展開できるので、これがボルテッカーってやつですね。はい。一応こんな感じです。内側のところに入っている、こちらのクリアパーツですね。ここの部分が非常に綺麗でね、見た目自体はいいかなと。ただまあ、取り付けてるパーツ、こいつがですね、ちょっと黒っぽい感じがするので、ちょっと影になってね、このクリアパーツくすむような感じになりますんで、
内側のところにメタルテープを貼ったりとかね、シルバーに塗装することによってもうちょっとね見た目が綺麗になると思いますんでね、その辺も組み立てる段階で何かしら対策をね打っておいた方がいいのかなと思いますが、ちゃんと展開できるギミックがあるのはね非常にいいと思いますね。はい、まあボルテッカに関しましてはね特に問題はないかなと。贅沢を言うんであれば後ろのパーツをね先に起こしてスペースを確保してから上のパーツをね起こして展開ではなく、動かすことによってね連動して開いてくるとかね、そんな感じのギミックだったらね非常に良かったと思いますけど、まあ十分ねこちら作中のものが再現できてるんでいいんじゃないかなと思いますね。はい、で戻すときにはまあただ単に戻してあげて後ろを起こすっていうかね、元の状態にするだけでこんな感じに元にできますよと。はい、まあこれ自体はね良かったんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうかね。こちらのテッカマンブレード本体の見た目に関しましてはかなりいい出来ですね。うん、ただ実際作ってみて動かしてみて感じたのはやはり関節が硬すぎる部分がね大いにありますんで、そこの部分の対策ですね、それをちょっと打っておかないと組みづらいし、さらに動かしづらいと。で動かした結果ねじ切れて壊してしまうとかね、そういうことが結構起こりやすいと思いますんで、組み立てる段階でいろいろね差し込んで渋いから調整するとかね、シリコンスプレーを流し込むとか何かしらの対策をね打ちながら作る必要性があるのがちょっと面倒くさいかなと思いますね。あとは一応ねこちらテックランサーの1本ずつ装備させるためのね専用のグリップパーツだったりとか、斜め持ち用の手首パーツ、それとそれに対応したねグリップパーツがあったりとか、まっすぐ持つことができる連結用のやつがあったりとかね、あとはテックシールドのマウント方法ですね、前腕につけたりリアアーマーにつけることができるっていうギミック、こういう部分に関しましてはねまだ良かったと思いますが、ちょっと保持力にね難あり、あとは専用パーツに変えないと保持させることができるっていうかね、マウントできるっていうことにならないのがちょっと惜しい感じがしましたけど、見た目はねかなりいいと思いますね。気になった方はねぜひチェックしていただきたいと思います。あとこちらに関しましてはね、今のところテッカマンブレードなのでこの後のブラスターがあるはずなんでね、そちらの方も同じような感じでね立体化されればまたね紹介していきたいと思っております。はい、ということで今回ですね、ウェーブが輸入販売しておりますこちらテッカマンブレードですね、こちらの基本的な稼働範囲、それから武器の保持とかね肩パーツの展開とか、こういうようなねギミック関係やっていきました。はい、ということで次回ですね、次回もですね同じような感じで日本のメーカーがね海外のやつを輸入してね販売しております中華プラスね、そちらの方をやっていきたいと思います。一応シリーズに関しましては以前紹介したことがあるやつの第2弾みたいなね、そんな感じで販売されたものを紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。